はい、タイバームクーヘンです。ただいまですね、トネリ公園に来ております。トネリ公園、これもともとですね、工事中だったんですよ、ここ。工事中だったんですけど、オープンしましたんで、ちょっとですね、ここら辺ちょっと歩いてみたいと思います。トネリ公園広域避難場所って書いてありますね。公園を利用される皆様へ、草木公園施設を大切にしましょう、必ずリードでつないでください。ペットの糞をお持ち帰りください。早朝深夜の集まり騒ぐなど迷惑行為をやめましょうという感じで書いてあります。もともとやってなかったんですけども、工事してましたけど、トネリ公園 C 地区案内図というふうに書いてありますね。 C 地区がオープンしました。 C 地区ここですね、冒険の丘って書いてありますね。冒険の丘が C 地区でございます。これですね、向こうまっすぐ行くと矢沢駅の駅ですからね。こんな感じでですね、あの水道の、あの消防のあれもちゃんと配備されてますね。結構綺麗に緑の綺麗な、なんかあれに生まれ変わってますね。ずっとこれなんか工事してたんで何なのかなと思ったんですけどね、ちょっといろいろできてるみたいなんで、ちょっと回っていきたいなと思います。綺麗だな。で、足元ですね、気をつけてくださいね。ちょっといろいろですね、段差とかありますので気をつけて歩いてくださいね、皆様ですね。私も自撮り棒持ちながらちょっと歩いてるんで、ちょっとグラッとくるかもしれないので。ちょっと行ってみましょう。C 地区とですね、ご案内ですね。全部人工で作ったんですからね、これ整備して、まあ、まだ工事してるところはまだいっぱいあるので、まだ、トネリ公園完全に完成ではないですけど、なんか遊べるところが、なんかこの、なんかこの、なんだっけ、金網で囲まれてますね。どうやって入ったのこれ。トレイライナーが住んでますね。どうやって多分入れると思うんですけどね。入り方は分かんないな。抽選なのかな、これ。抽選というか予約制なのかな。ここのところがですね、新しく出てきた C 地区ですけども、入る場所がないんですね、今のところ。ちょっともう一回ぐるっと回ってみますかね。ちょっと行くか。
なんかですね、今確認しましたけども、そこの、ちょっとやるところですね、これが6歳から12歳までの、遊べる公園ということですね。トレイランナーがまた走ってますね。冒険の丘って書いてありますね。まあそこはもう私どもはちょっと見ないんで、このままスルーしたいと思います。案内窓口で、そこのとこの出口行くと、冒険の丘、あ、こちら行こう、こちらこちら、ここでまあこれで遊べるんだったら結構楽しそうですね。なんかそこの入り口でですね、警備員のおっさんが、人数決めてるんでしょうね。多分密にならないように、入れてるんだそうです。多分それで何人か多分人数来たら多分入場制限がかかるんで、おっさんが待機してるんでしょうねっていう感じで、ここは冒険の丘っていう形でですね、ぜひですね、皆さんですね、舎人公園新しく地域地区できましたんで、ぜひですね、遊びに来てはいかがかなと思います。舎人公園もね、昔はすごい、もう舎人公園って言ってももう何もなかったですからね、もう原っぱというかですね、もう何にもないとこだったんですよ、もう本当に荒れ果てた。で、昔はなんか殺人、死体遺棄みたいな事件もあったぐらいですからね、新聞に載って大騒ぎしましたね。私当時小さい時でしたけども、大騒ぎした記憶があります、当時ですね、小さい時は。でも今はこういう整備されて、こういう遊べるところまでしっかりできてますからね、これからどんどん発展していくんじゃないでしょうかね。まだこれも完全に完成してないので、ぜひですね、皆様もですね、遊びに来ていただければと思います。すごい綺麗な作りしてるね。これで相当金使ってんだろうな、これ都民の税金を。まあそれ以上のことやってもらえなかったら困るけどね。こっちは8時だよって言って帰りましょうとか声しくしがうなってましたけど、大批判を受けてますからね。その頃の今動画でございます。6月のですね、今日9日でございます。はい、じゃあ舎人公園のですね、 C 地区からお送りしました。これ涼しいんで、ぜひですね、遊びに来てみてください。どうもありがとうございました。新エリアです。